はい、テストテスト。何のテスト？これは私が幽霊であるかどうかというテスト。私という現象は仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です。今そうです、空で読んでます。そう、ここは空の中だから空で読んでます。私という現象は仮定された有機交流伝統の、そう、これは仮定された宮沢賢治、ハルト修羅、ジョのリミックスです。最寄り駅の家に帰るまでの時間、即興します。一つの青い照明、そう、信号、青と赤で黄色が最近見ませんね、点滅だけ。青が点滅して行けると思ったらいきなり危ない、注意もないぜ。私という現象は仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です。あらゆる透明な幽霊の符号体、解説します。そう、僕は、僕という上岡雄二、相上岡という仮定された名前によって輪郭付けされたあらゆる幽霊の複合体、幽霊というのは記憶ですね、メモリー、いろんな記憶が残留した粒子たちが、粒子と粒子のつながりが、なんてそんなもんねえよね、わかんない、社会的には証明できない。私という現象は仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です。あらゆる透明な幽霊の複合体、風景やみんなと一緒にせわしくせわしく明滅しながら、そう、この世には0と1がある。0はないようでいて全てがある。1はある、あるようで全てがない。ジョギングをしている人と、お兄さんが、お姉さんが通ったので一応やり過ごしました。私という現象は0と1、あるとない、ないのにあるで構成された、風景と一緒にまばたきしている0になったり1になったり入れ違ったり、影、物質、二次元の物質、三次元、この三次元にある純粋な二次元の物質は線ではないけど影ですね、面か、線で面か、うん、面としての影のみですね。 IQ140 以上の人なら答えられます。ダークマターの正体は何でしょうか。答えがあったらさあ二次元。私という現象は仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です。あらゆる透明な幽霊の複合体。おい、お前、俺のことなんて思い出してんじゃねえぜ。なかなか道端で即興するのはいろんな幽霊と出会って大変です。私という現象は仮定された有機交流伝統の、そう、今工事中の道を歩いてて黄色いポールがいくつか、黄色じゃねえな、赤か、言葉と認識がずれる赤のポールの上に瞬く電飾。私という現象は0と1が瞬きをする、そういう景色と一緒に明滅してる、名前によって輪郭付けされている、でもその名前を取っ払う一つの青い照明です。照明というのは、そう、一つのライトです。命というライト、0と1で明滅しちゃって揺れるライト、こういう夜でも俺は光を浴びて輪郭として存在しよるか、風景やみんなと一緒にせわしくせわしく明滅しながら、いかにも確かに灯り続ける因果交流伝統の一つの青い照明です。あらゆる透明な幽霊の複合体、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 あらゆる透明な幽霊の複合体。何人いたの今、何人複合したの、
何に折り重なったの？記憶が、地層が、心のひだが。風景やみんなと一緒に久しく久しく明滅しながら、いかにも確かに灯り続ける因果交流伝統の一つの青い照明です。あらゆる透明な幽霊の複合体。僕は45歳、過去と感じる方向から45歳、未来が来る、未知のものが来る、それを今という瞬間、この瞬間、僕という名前という、僕という輪郭という、僕という物質という、心という二次元という、それが未知の感覚を僕というフィルターでろ過して過ぎていく、それが過去、逆流する風が吹く、過去と感じる方角から、過去と定義づけされた方角から、そう、風が吹いている。45年という風、逆だ。45年は確実に止まり、物質としてどこかに、ここに存在している。形を変えて粒子たちがただ動いている、運動している。形を変えて、だから時間があると感じる、動くから時間があると感じる。形を変えて、時間なんてないんだ、形を変えてるだけなのか、時間は状態の変化なのか、状態の変化が時間なんだという、そういう風景を僕らは見てる。過去と感じる方向から、今はインクでもなくて万年筆でもない、ただのキーボードに、プラスチックのキーボードに指先を、ちょっと最近とか3年ぐらい前にずっとキーボード打ちすぎちゃって、もう今は音声入力ですけど、ほとんどキーボードたまに打つけど痛い、指先の痛みを感じながらサンドバッグで拳を癒すように叩きつけながら、戦う相手はキーボード、戦う相手はバッファローのキーボードという現状、私という現状は仮定された、そう、売れない詩人という現実の一つの青い、青色申告さえいらない証明です。あらゆる透明でも何でもない、目に見える形で、ほら見えるだろう、言葉に聞ける形で、声に聞こえる形で、ほら聞こえるだろう、そう、形をなす幽霊たちの複合体。風景もみんなもどこにもいない、風景もみんなもそこにあるけど、誰も関心さえ抱かない。聞こえていても、そう、響いているか、これは僕の声は響いているか、なあ賢治、宮沢賢治、そうだよ宮沢賢治、俺の中に入ってこいよ、ほら、お前幽霊なんだったら俺の中に入ってこいよ、私という現象は仮定された有機交流伝統、お前じゃねえよそんなギャグいらねえか、行くぜ。風景はみんなと一緒に三人称で俯瞰して、空の上から俺を眺めて、そうさ、ムーン、月さ、月さ食ったらな、まあ、いこぜ。私という現象は、そう、月さ、俺たちは心を月の光に預けた、日本で唯一魔女として認定されているのは、アメリカの魔女協会で認定されているのは誰だ、 IBM で占いを持っていたその人だ。月さ、月さ、くだらねえな本当に、まあいいか、行こうか。ここは夜の街の近くで、そろそろ実家に着くから、静かな声で喋らないと、あんた何やってんのって、そういう現実をまとっている、透明でも何でもない父さんと母さんと一緒に暮らしてる、透明でも何でもない
そういう存在だから、近所のコンビニに行って同じ団地に住んでるおばさまに挨拶をする、そういう因果交流伝統の一つの青い待って、青い青い2歳ってさ、青が2回出てくるから閉まらないよねバイビー。